ドライヤーが使えなくて頑張ってね、タオルで乾かしてんねん。もう最悪や、ほんまに最悪。しかも明日もまだ届かへんからな、明日も頑張ってタオルで乾かさなあかんねん。この私の大切な、この大切な髪の毛を。くそ、なんでだよ。ああ。さてさて。お腹空いたけど、なんかご飯じゃない。もうお菓子も家にないし、なんならさっき食べたし。あかんわ、胃がブラックホールや。あかんわ。夜風で乾かす、いややわ。めっちゃ田舎の風やったらいいけど、ちょっと嫌かなこの辺は。おい、すごい。ん？何？米？米かこれ、山ちゃん。これなんだい？ありがとう。てか外うるさ。うるさいや。マジで。それは太る、ブラックホールあかん、せやろ。だから気をつけないと。でも今日はまあ今日はいいやろ。いっぱい歩いたから。稲刈りしたな昔。あ、すすきか。稲とすすきってちゃうよな。一緒なわけないよな。すすきか。あ、稲に見えたわ。稲刈りちっちゃい頃したわ、なんか地域のイベントでさ、田植えをして、田植えって何月にするんだろう、田植えもして稲刈りもするみたいな。外にぎやかだねって。やっぱそうやんな、道路めっちゃ近いね。だからな、で道路が近いから車バンバン通った音がめっちゃ聞こえる。なんか外にいるとかじゃないんすよ今。そんなにこんなにね、車走るっていうぐらい走る。車の音が普通に聞こえるですよね。だってさあ、このスマホめっちゃさあ音拾うやん。そりゃ聞こえますよ。なんかなんでタイマーなってるの。この季節まだ長袖のパジャマって暑いね。なんかこんばんは。長袖まだ早い？早かったか。そっか。そういえば時間が見えないな。うるさ。そうだから音うるさいけど、まじみんな気にせんといて、まあそういうとこに住んでるんやぐらいに思っといて、家特定せんといてな、マジで。いやー、半袖なんて持ってきてないよ。9月はまだ暑いか。あー、ズボンも
長袖、長ズボンやし。なんか考えたら T シャツもあんま持ってきてないんよな。はあ。そうやね、外暑いよね。だって今日大阪32度とかやったよ。めっちゃ暑かったわ、ほんまに。淡路島結構風強くなってきました。あ、そう、マジで。私折りたたみの傘しか持ってきてないけど大丈夫かな。まあ雨降るぐらいやったら、まあまあまあ別に。あー、だいぶ髪乾いてきた。うん、なんか湿ってるけど、ちょっとヘアオイル持ってくる。あー、無限堀西舐めてる。え、なになになに、無限堀西。無限堀西って何。え、ネットで注文してないよ。東京から郵送や。マジでさ、ほんまに、もうドライヤーがないとか地獄なんだけど。本当にドライヤーが使えないなんてことある？ないよ。今まで23年生きてきたけど、ドライヤーがない夜なんてないぜ。あん？大阪のスパイス、いや、そう、スパイスは知ってるねんけど、その、え、どういうこと？その堀西のスパイスは知ってるし、かけたことあるし、美味しいのも知ってる。で、唐揚げくんでもそれあるじゃん、その味。それも知ってる。昨日は別のとこにいたからね、あった、大丈夫だった、使えたの。女性にとってノードライヤーは生き地獄やね。せやで。しかも私はさ、いつも完璧な状態までさ、なんか乾かしてからじゃないと寝られへん人やのに。あ、もうほんまに最悪。山ちゃん、かわいい、ありがとう。照明悪いな、今までに比べたら。岩の夫さんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。扇風機なんてないよ、この部屋に。ないですよ。かわいいパジャマですね、ありがとう。ありがとう。かれこれ多分1時間ぐらいタオルと戦ってる。だって1時間前、え、1時間以上前に風呂上がったもんな。そっから、あ、私えみちの配信さっき見に行ったんですよ。今ガチベやってて、その応援しようかなと思ってちょっと持ってる星をね投げて、あとデイリーもポイってしてきてね。だからもう1時間
時間以上。うわー、これ明日もと思ったらもうめっちゃ嫌やわ。たかしのちゃん、ファンレベルが上がりました、ありがとう。今日だけは髪の毛を洗わない選択肢はなかったの？なかった。今日さ、ずっとさ外にいてさ、あの暑い中、しかも朝から行動してて、朝、まあまあ朝やな、私の朝は10時までは朝です。そう、朝から行動してて、だからさ、もう暑いわけよ。日傘は持ってるけど、あ、そう、帽子かぶっちゃっててさ、そうだそうだ、それでまあ汗もかくしさね、長いこと出かけたから、今日はよ、さすがに髪洗いたい。カネシャン、なんか稲ありがとうっていうのはおもろない。稲なんて言ったらいいやろ。あ、だから稲じゃないんやって、ススキやって、ススキな、ススキありがとうございます。タカシーノちゃん、ペンライトありがとう。シノさん、ファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。なんのガチイベ、あれですね、お天気リポーターのかな、私が上半期に参加してたイベントやな、多分。そう、定期的にやってて、いや、この状態でさ寝る人とかもいるねんけどさ、もう私信じられへんねん、この、いや、まあ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 、私からしたら 7.5 割ぐらい乾いてる。うちの母親がさ、もうこれでとか言って、え、まだ全然湿ってる、濡れてるじゃんっつって、いいないいなっつって、もう寝るっつって寝るのいつも。ママもね、私と同じぐらいやねん長さ。私は父に似て直毛なんだけど、ママは、だから私のおじいちゃん、ママのおじいちゃんです、あ、ママのおとんに似てくせっけなんですよね。ワッキーさん、ファンレベルが上がりまして、いつもありがとうございます。顔が緑や。バタヤンさんのファンレベルが上がりました、あ、そうや、え、バタヤさんのファンレベルが上がりました、嘘やで、バラありがとう。バラありがとう。ごめん、見間違いやったわ。そう、だからママはね、クセっ気だからね、前髪をセットしなくてももう前髪が出来上がってんの、くるくるくるって。カネシャン、餅何やったっけ、お月見の団子が。ありがとう。あ、団子食べたいな。あ、なんかさ、お腹すく前になんかご飯買いに行ったりしてなあかんよなって思うわ。もう無限に買えちゃうもん、本当に。
何団子、うわ、笹団子がいい。笹団子で、笹団子好きなの。あとはおはぎ、きな粉が入、きな粉がかけてあるつぶあんのおはぎがいいですね。この配信中に乾くか、果たして。ひかるくん、ハートありがとう。でもね、まあだいぶ味覚も変わって、いろんな団子食べれるようになりましたね、私も。うん、昔はやっぱさ、草餅とか、まあそれは餅か、でも餅も団子も一緒か、三色団子とかもさ、桜とかちょっと苦手だったけど、何でも食べれるようになりました。じゃあみんなの好きな団子の話を聞いたところで、ツイッターにシェアしようかな。よもぎの匂い、はんはんはん、よもぎの、あ、食べたくなってきた団子。うわ、さかっちさん300回目の訪問ありがとう。乾くまで終われまて、ほんまやで、乾くまで私喋るで、ほんまに米が残ってるおはぎが昔嫌いだった。あー、なるほどね。あるね、私でももうあれも好きかもな。うん、ツイッターちゃんとシェアできてた？教えて、ちゃんとできてるか。なんで朝までやねん。あとはね、この内側を乾かしたい。きた、うん、リツイートしたよ。 ありがとう。ツイッターできてる？あー、よかったです。そうです、はい。先日、昨日か、まだ昨日か、なんかもう濃すぎてすっげー前のことに感じるわ、今日一日が。毛量多いね。せやね、めっちゃ多いよ私。あのね、昨日次に出演する舞台 SM オペラ、あ、結局あの漢字なんて読むか聞くの忘れてた。の稽古に行ってまいりました。行ってまいりましたよ。ちょっと待って、テロップに書こう。
そしたら分かりやすいやろ。舞台行けなくなりました、仕事入りました、せっかく試合のに行けなくて残念だ。休め休め、休むのじゃ。それはええ休んで、ほんまにほんまに無理。お稽古お疲れ様でした、ありがとう。ホリッチさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。いつもえそうでさそう稽古に行ってきたわけですよ。私人生で初めて言われたよ、気さくな方ですねって、すっごく喋りやすいですって。休みを確保しました。休みたいけどこの間のコロナで会社に迷惑をかけましたよ。し仕方ないですね。あそんな人生長いこと考えてみ、もうそんなもんたった2日や、たった2日。えあかんか、考えすぎか、えじゃ考えなさすぎか、私が、うん、1日数時間ぐらいええやんって思ってまうねんな私。そういうそのさ一般企業に勤めてないからジャンルで始まった、え1時え1時か。確かにナッチの握手会では話しやすかった。あほんまに、えだってさ嫌やん、みんなさもう稽古を何回ぐらいやってたんやろな、8月からやっててで急にさ入ってきてさ、めっちゃ感じ悪い人やったら、いややし、あれ、あのでもこの話 何回もしてるかな。そう今年のその出た舞台の主演の人たちを見て勉強になりましたね。なんかその今年3つ出てそこの座組でのあり方というか、次の舞台僕は2日ともお仕事終わりに駆けつけますね、ありがとう待ってる。そうなんですよ、主演なんですよ私やばい震える、なんかすごい、いや自分らしくいますよ、自分らしくね、自分らしくいるけど、なんやろこの 2、3ヶ月年上の人たちにさ、年上の方たちばかりの現場でさ、あのほんと、うん、お嬢だって、ほんと私、うん、ほんとに娘のようにそう、そんな立場にねずっといたからね、すっごい不思議な感じ、うん、しかも衝撃を受けたことがあって、
年下ばっかりなんですよ。びっくりするほど。よしあきくんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。ありがとうありがとう。りなっちに言いたいことが今日ありまして、どうぞ言ってください。おう、まさかのりなさん、最年長ではないです。最年長ではないんですけど、私より年上の方が、あと 3人くらいな気がする。うん、年長ではないんだけど、出る皆さんが、一番下が17歳で、あとが19、20歳、21。まあ言うてね、2歳とかだったらそんな変わんないですよ。けどよ、なんかすごい年下なんやっていう衝撃を、まあ同年代っちゃ同年代ですけど、びっくりして。でマスクしてるとさ、もっと年齢って分かんなくなる。気さくな年長リナッチが座組をリードするよ。そやで、そやで、めっちゃ会話盛り上げてるから、私頑張ってみんなと仲いい。もう少しもう稽古回数がなんかギュッとしてるのが飛び飛びなんで、だから一回の稽古でいかに距離を縮められるか。うん、顔かわいいありがとう そうそうそう、学生の子もいるね。そうなのよみんな真剣な眼差しで頑張っておりますので、また別の意味だから、別の意味で刺激を受けながら、うん、頑張ろうと、うん、思います。セリフが多いこの間ふうこなんてさ、えとかさ、先生とか、あとなんだろう、うん、お久しぶりとか、一行とかが多かった。今回はそんなわけにはいかんのですわ。ドゥワー、もう息継ぎ大変でさ、か弱い役じゃないんで、役がか弱くないのと、あとパッとふわって言うシーンもあるから、でも体力の使い方が、あかん、やばすぎる、ほんまにあのー、坂本二郎もセリフは長かったりしたけど、まあ、あとはまあ結核になってからのしんどいね、あのシーンとか、うん、まあ、坂本二郎もしんどいけど、まだ空間がゆっくりゆったり、一つ一つの言葉を丁寧に。うわー、息継ぎ
もうずっとお腹にめっちゃ力入れてる。すっげーエネルギー使います。何分のお芝居、まだ投資をしてないのでまだ現時点では不明です。うん、言い回しがむずい。うん、うわゾッとしますね。楽しいですね。今んとこね、私はダンスシーンないんですよ。でも最後にちょっと踊るのかなんだか言ってたかな。ただもうね、その一緒に出る子たちのダンス素敵ですよ。なんかほんと一つのショーを見ているような、なんだかなんかね、音もかっこいいし、もうね絶対耳に残る。私サウンドトラック欲しいもん。めちゃくちゃかっこいいんよ音が。だから多分劇場出た後とかふとあの音が、オープニングの曲がええんよな。アリスインデッドリースクール、ひかみいおりちゃん並み。いや、ひかみはなんか突然出てきてめっちゃ喋るやん。あの私今のつけてる段取りの中でとりあえず3分の1が終わったっつってたかな。でも一回も吐けないんですよまだ。水飲めんやん、やばい。でもなんか去年上演したものとかの映像もしくは衣装とかを見てると、着替えてたりしてる気がして、それともそれは2020年と2021の画像の違いなのかな。え、着替えないのかな。着替えがあったらさ一旦はけたりできるけど、はけない可能性高い。オイラに水を。バタヤンさんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。あとはダオティャン、ファンレベル上がりました。ありがとう。はけても早着替えならそこもまた戦場では、いやまあそうなんだけど、そうすればもう一口で水飲めるじゃない。最後がクライマックスがさ、マジいつ息継ぎするんですかぐらい。まあでも、まあ、ヘトヘトになってもええかな。うん、リアルに行こう。あ、役名は何て言いますの？ケイランって言います。ケイランって呼んであげてください。ケイランでもありケイコ、ケイコでもあります。まあ、ケイランって呼んでください。よろしくお願いします。一緒に出るさ、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいかな、どこまで出てるかわかんないけど、
話が。でもまあ私は映画女優で、日本人、日本国籍を持ちながら中国で活躍する日本が誇りとする映画スターなんです。で、まあ、それにつく理事長とかがいるんですけど、その男の人でね、私てっきり年上やと思っててやんか理事長やし、絶対どう考えたって年齢としてさ上やん。で上やと思ってたら21歳やったいやー年下やった、びっくり。他にもさ年上どう考えても役としては年齢が上と下なん、私の方が下のはずなんだけど、あなたも21歳ですか、あ20歳ですか、あそうですかみたいなあってびっくりした、超びっくりした。ん？ぜひ釧路さんもオープニングのダンス踊ってください。絶対かっこいいですよ。あら一緒に出る萌乃ちゃんが、あらまあ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 、わざわざ来てくれてありがとう、ありがとう。オープニングのダンスめっちゃ踊りたいよ、めっちゃ楽しそうやもんみんな私後ろに行くけどさ、なんか楽しそうやな私も踊りたいな。そう、演出してくださる歌唱さんがおっしゃるには、どっかで釧路さんも踊れる場所あったらいいねって言ってくれたから、言ってくださったので、踊りてえ久しぶりに踊りてえよケイラン、そうケイランって呼んで、気さくでさ、気さくで年長のケイランよろしくね。そうよろしく。でもな、踊りたいとか言ってるけどな、私より上手い子いっぱいいるからな、なんか自信はありますよ、自信はありますけど、ちょっと緊張するよね、最近踊ってないし現地生産なので当日お金ない可能性あるですね。それはさおかしいやろお金は持ってきてください、お願いします。カネシャンのハンレベルが上がりました、ありがとう、いつもありがとうございます。やったー、釧路様の踊りが見られる可能性が付き人役なのでしれっと後ろでガン見します。一緒に踊ろうよ一緒に踊ろうや。そうやね、釧路様って呼ばれてるねそう、ずっと私を誘導してくださる好きやあの二人大好き、もう可愛くて可愛くて仕方ない、もう稽古一回しかしてないのに、もうあの二人が愛おしすぎて可愛い、ほんまによろしくね、次の稽古も二人可愛い。おでん虫のファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。たかしいのちゃんもファンレベルが上がりました、ありがとう。釧路様はそれは夏なのよ、違うのよ、釧路様ですよ、釧路様おもろすぎる。そう
そう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 。いやダンスもなんかね結構特徴的な、コンテンポラリーダンスだかなんだか言ってたな。なんか今まで踊ってきたような、あの今までの舞台とかでもねアイドル要素のあるダンスをしてきましたけど、すごいですよ全身使って。それがまた綺麗なんよな、なんかみんなこれからなんか稽古重ねればもっともっとなんか美しい世界が見えてくる気がして楽しみです。私じゃなくてソロダンスをね踊る子がいるんやけど、めっちゃ素敵なんよな。なんかふとした音ハメをなんかバーンなんかかっこよくあの手とかファーってやったと思いきやカッて急に入ったりとかする動きがめっちゃかっこよくて、いやこれ衣装着てうわもうもう楽しみってオープニングからワクワクしました。ダンスといえば釧路さんのファンベールシーンがあるんですよね。美しい姿が見れるの楽しみです。ファンベールシーンですって。ファンベールシーン初めて聞いた言葉なんやけど、ファンベールシーン調べるぞ。ファンベールシーンしっかりしろや主演死ぬここでやった私ねねね吉明くんのファンレベル上がりました、ありがとう（笑）コンテンポラリー。そうね、なんて言ったらいいんやろうな、まあ、手振りだけじゃないよって感じ本当全身を使って、まあまあ難しい動きですね。こんばんは、プチお届けです。マッキーさんありがとう。おおみんな、もえろちゃんが言ってくれたぞ。ファンベールっていうベール付きの扇があって、それを持って舞うんです。次のお稽古で多分そのシーン入ると思うのですごく楽しみなんですって。あ、こないだやってたこれ、あれな、あれみんな揃ったらめっちゃ綺麗やんの。え、私もやんのそれ。え、私あれ見てただけなえ、そうなんや。え、楽しみ。共演者の方ですか？そうです、私の付き人です。ずっと隣にいます。で、めっちゃ可愛いっす。マジ可愛い。あれのもっと豪華版です。ケイラ様なのでですって。じゃあ次の稽古をやってまたこの配信でケイランやばいでって言えるようにちょっと頑張るわ。ちょっと頑張ります。はい、あの歌のやつまだちょっと確認してないわ。
ロン様なのでおもろいな。付き人になっちゃう大物芸能人やな、やめなさいよ、いじるないじるないじるな。ちょっと本当にそうよ、日本人が誇りとする映画スターの役なんやから頼むで、ほんまマジで。そんな感じかな、この間の稽古は。うん、いや久しぶりに体力をめちゃくちゃ使うので楽しみでもあり、ちゃんとご飯食べようって感じ。いやでもみんなめっちゃな、モチベーションもバカ高いし動きも素敵だし、みんなで切磋琢磨して負けんように頑張りまして。こんばんは。髪長いと乾かすの大変そう。そうよ、私2時間やってるからこの作業、本当に。でこれまで再演何回上演してるんやろ、今回 3回目4回目、分かんない。そう、この公演去年一昨年も上演されてて、今回を過去最高傑作にしたいとする予定だと、きっとなるだろうと、そんな言葉をいただきましてね、嬉しい限りですよ本当に。いやー頑張らないと、いやまあ、めっちゃモチベーションずっと高いまま、あの下半期今生きてるんで中途半端にはやりやすいよ。で中途半端にやったことねっつーの。現場の雰囲気良さそうね。そうよそうよ、みんなで楽しくやってる。次はもっと近いコンビニにご案内いたします。ありがとう、案内してちょうだい。そうそう、この間みんなこっちの方が近いでってな、トンプーが言うから、トンプーが言って、それみんなついていったらな、遠いし帰り雨降ってくるしな、びっくりするわな。釧路様が美しすぎて最高傑作というか、もう立ち姿から最高です。マジ気づいたら、う今自分の喋ってる格好ダサってめっちゃ自分で言いながら、うわもう最悪ってそう思いながらやってるから、ちょもうほんとまだ1回目だったから、あの稽古はねほんとねちゃんとしますよ本当に。合間にコンビニ行く時のグラサン用意しとこう。誰かにね、あのみんなコンビニ行こうってなった時に、え帽子しなくて大丈夫ですかね。しないよ。おもろすぎた。しのさんファンレベルが上がりました、いつもありがとう、ありがとう。もう1時半ですか、だいぶまあ髪も乾いてきた頃かな。そう、まあ、とりあえずたった1回の稽古でこれだけいろいろなんか、なんつうのエピソードできまくりなので、これから楽しみですね。きっと
次回の稽古でもまたいろいろ話が進んで、そうそう、また喋ることがいっぱいできると思います。美人すぎて綺麗って話題で持ちきりでした。やめや、本当に。でもあの日はちょっと気合い入れたよ、私ケーランやしと思ってまつげいつもよりちょっと上げた。マスクしてたしもう下がったけど、ちょっと顔周り巻いてみたりしたよ。え、マジか笑、ね、マジか笑ってちょっとちょけてるやんね、いじってるやろそれ私のこと。もう本当に、なんだってケーラン様やもんね。せいで、なんだってケーラン様や。でもそうやな、付き人からしたらケーラン様やけど、まあ周りからしたらなんだこの新人名って感じ、なんだポットでのやつが。初見です、どうもいらっしゃいませ。かわいいって、 ありがとう。メイクは何パー本気で行ったの初日。そうね、私の中の 80% で行った。ちょっと出かけるとか言うじゃない、ちゃんと友達と遊ぶ時のメイク。 100% 本番とかだとしたらね。あ、でもいや友達と遊ぶ時は100やわ。あのちゃんとな、マスク取るタイミングもあるから、チーク塗ったりとかさ、鼻筋入れたりとかさ、いろいろまするわけよ。ザッチくんかわいいって、ありがとう。ポットでではないよりなっちゃう、ちゃちゃ役の中でよ、ポットでのやつがあって。訪問の人、二度目の訪問の人いらっしゃいませ、いらっしゃっせ。ふう、へへへへ、美しすぎて喋っていいのか、オロオロしてたのですけどですが、気柔らかくしてくださって、じゃあともお話ししてくださってすごく嬉しかったです。逆に話してくれてありがとう、私とありがとう。逆よ、私の 100% のエネルギーを使いました、あの時は。本来はあの隅っこにいてみんなの様子を見て、まあ喋りかけられたら喋ろうかな、まあいずれ仲良くなれるやろう、だからまあ
まあ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 、いやって人なんで。で、雰囲気柔らかく見えたならよかった。ああよかった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 。少しでもみんなとさな楽しく作品を作りたいので。でも頑張ったっていう、無理した頑張ったじゃなくて、なんかそれがまたそういう風に頑張ってみた結果めっちゃ楽しかった。みんなと喋ってみんなと笑って、うん、すごくいい時間でしたね。なんかそれはもうなんか無理してもいやいやでさとかじゃなく、いやいやではなくいい意味ですごい良かった。第一印象大事やから気合い入れていったのか。せやで、そうよ、第一印象大事やろ。よしあきくんのファンレベルが上がりました。ありがとう、いつもありがとう。そう、今回は一人で閉じこもるのやめるって言ってたもんね。そうよそうよ、私次、これの次の舞台誰が出るんやろう。誰が出るんやろうな、全然知らんねんけど、そこでもきっと同年代か若い子がいる現場な気がするので、なんか稽古に来たい、稽古楽しい、この座組が好きって楽しんでもらえるようなね、今後も一緒にお仕事できるように現場になっていけたらいいですね。なんならこの家来ていいしって言おうと思ったけど、布団も枕も一個しかないわ。調理器具、機材、調味料、食材も何もないから、バスタオルだって全然持ってきてないし、何もない今。洗濯しかできん。次の舞台12月のか、ちちち11月を忘れたらあかんで。次のお稽古を他の演者に負けないように釧路さんにおしゃべりしに行きます。わかった、待ってる。かわいいかわいいね。かわいい、しゃべりましょう。ケーランとしてちゃんとしていきます。はい、三脚は買ったの？え、買ってない、買ってない。今ね、あのサンリオのさ、くじ、ハンギョドンやった時に当てたこのなんかメッシュのポーチがなんかいい感じに携帯を立ててくれてます。で、あ、そうそう、これ今ミニテーブルがこの家にはあって、いや、ありがたいわ。で、あのいつものこもった部屋じゃなくて、ほら、両手を広げても大丈夫、いい部屋です。
え、そう、ご飯作りに来てもらおうは確かにそうやねんけど、でもマジで電子レンジしかないねんや今電子レンジと冷蔵庫と洗濯機しかないねん。で今日まあ菜箸とか包丁とか何かといろいろ買って帰り行ったんやけど、フライパンも鍋もないやばいほんまにやばいGO 11月もあるのワクワク、うん、楽しみにしてて。詳細なんもないからどうしよう。え、11月のはなくなりましたって言われたら、え、無理やねんけど。え、そんなん生きていかれへん。私めっちゃ楽しみに生きてんのに今それ。え、いや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 、まあまあそれはおいおいですよ。調理器具ないのびっくりしたわ。いや一人だし、ちょっとはさ、ちょっとは料理しようって思ったよ。思ってきたよ。思って大阪張り切ってきたよ。フライパンなかったら何もできん。考えたら調味料揃えなあかんとかも考えたらめんどくさい。はあ、情報解禁を待つ。待ってて。わあ、なんかもう結局この後頭部乾いてないのめっちゃ嫌だ。あー、すごい貞子みたいになってる。怪しい。こんにちはここがさ乾かないとさ、朝起きた時にさうねるんよ。やだ。うん？バタヤンさんのファンレベルが上がりました。ありがとう。いつもドライヤーしないの。いやだ、ドライヤーがないんだって。びっくりした。入るとこにコンセントあんのにドライヤーないで。だから大阪じゃない、東京から明日郵送してもらうね。郵送してもらうので、ずっと何やってるんか思ったらドライヤーないん。そうやね、だからドライヤーがないから必死にタオルで乾かしてるんよ。かれこれ2時間、まもなく3時間経つんじゃないですか。もう本当だよ。だから髪が明日朝起きてギシギシに ならないようにちゃんとヘアオイルもつけてなんとかしてるねん。こんなに美人な貞子がいるならすぐ井戸に飛び込みに行きます。ダメよ、あんた何を言ってるの本当に。それに良い子は寝なきゃいけない時間よ。いいのこんなさ変なさことずっと喋ってる人の見てて。変かポンポンポンちゃん。ハムスターがおでん持ってるバラありがとう。
東と西で電圧違うけどドライヤー大丈夫？西で使ってたドライヤー東に持ってって、それがまた西に来るんで大丈夫です。寝なければ髪の毛ガサガサにならんで、ま、せやな、確かに。青か様がおた目線で俺たちと変わんねえ。うう、付き人、私の付き人と俺たちと変わんねえなんて言わんといて。私の大事な子やから。あの綺麗な髪のツヤ出るんですか？ありがとう、ありがとう。今そうだからめっちゃ頑張ってんの、オイル塗りながら。怪しいよな、あ、この人配信してるって見に来たらさ、喋りながら必死に髪の毛タオルでさ必死に。明日もやると思ったらもう嫌やわ。早くドライヤー届け。エアコンはあるんでしょ。エアコンあるよ。あるけどエアコンの風で乾かすなんてもっとギシギシになりそうだわ。毎日やる、いや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 、明日まで、その次の日には届くっぽい。明日の夜、そうだからもう一晩これをせなあかん。私これ髪の毛乾かしてから配信しようと思ってたけど、そしたらとんでもねえ時間になってたね。危な、ごめんね。そう、お風呂に先入るか配信をする、配信を先にするか、ずっとなんか30分ぐらい悩んじゃって優柔不断。ポンちゃん、小判ありがとう。ガガ様すごすぎてリナッチの次に好きになりました。おお、そうだ、ライブ参戦したんですよね。そうか、楽しめたか。4日は必死に稽古してたよ。電気屋さんに空いてる時間に頭洗って乾かしに行く、通報されるわ。あの人やばい、髪の毛ほんまに乾かしに試しに来てるって試しが過ぎるだろういや今ドライヤー悩んでて本当に髪洗って今来たんですよって、だからちょっと乾かしてて、やばすぎる。そのパジャマシルク、ツルツル、シルクってさ高級なやつやろ、これ多分サテン生地なんじゃないかな。ポリエステル 100% って書いてる。シルクというものを触ってみたいね。多分サテン生地だと。あー、どこかね、カフェや銭湯やシャワーにあるとこに行った方が
あー確かに。たかしいのちゃんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。確かにこの辺銭湯あんのかな。あったらいいけどなさそう。あと一日の辛抱です。絶対に1台買って帰るなら OK。 さやねえの超強化版って感じだった。それでもニナッチの壁を超えられないかが、リナッチ最強ね。ありがとう。しょ。しょ。これからもよろしく。1時になったら終わろう配信で、髪の毛ももう終わろう。もうすぐ乾くのね。そう、もう表面はねだいぶいい感じになったんですけど、ちょっとやっぱ毛量が多いから内側がね。でもさっきこんだけあって髪の毛抜けないのみたいなコメントあったな。そういえばめっちゃ抜けますよ私。すごい抜けますよ私、髪の毛。ほんとあのエクステにできそうな感じになる。あの綺麗な髪型の髪の毛がスルッてスルッて抜けてくる。それでも減らない。まあ減ったらびっくりするけど、そう普通に生きてるだけで抜けますよ。本番までに髪色変える？うん、また黒くするわ。久しぶりにブルーブラックにしようかな。今日さ、中国人女優みたいなこと調べたい。そしたらみんな美しい黒髪でしたわ。ちょっと真似するわ。え、ちょっとさ、ほんまにたまにはさ奇抜な髪したいんだけど、年内もずっと黒いかも。万年筆から、そうだね。本番のケイラめっちゃ美しくなろう。マジで楽しみや。奇抜って何色？あ、そうインナーカラー入れたりとかさ、めっちゃ
明るい茶色とかなんかありそうやん。まあ、結局この今の、まあ、今ちょっと明るいけど黒髪が似合うことは知ってるんだけどちょっと遊びたいじゃない髪の毛。あ、グラデーション仕込んでみたいとかね。いいですね、いいですね、非常に。そういうこと、そういうこと。うんうんうん、そう、遊びたいんだけどね。よし、いい感じじゃね。なんかドライヤーの効果の凄さをすごい感じてます今。なんでないのドライヤー、そんな風って吹き飛ぶんだね水分。タオルの方がさ吸収しそうやのに。しましまにしてみたりとか。しましまはちょっと怖い、びっくりする。なんだかんだね、その去年とかだと、あの学生が多いからな、私役的にガールズ演劇だと。なんだろう、例えば去年のバニーの格好をしたレイクとか、髪遊ぼうと思えば遊べたかもしれない。別に遊ぼうと思わんかったから遊ばんかったし。こんばんは。ナイフ持った学生とかね。そうだよね、基本学生なんだよな私。基本学生のいろんなキャラの学生してるから黒いんすよ。どうよどうよどうよ、いいんじゃね、いいんじゃないすか。いちごが可愛すぎる。これ自由だよ自由。自由で売ってます、ありがとう。そう、これはあれ、大阪行くときに、あ、この大阪じゃなくて雨降る正午の大阪公演の時に、ホテルのさ、何シーツとかちょっと分からんやんか、ダニ系とか、あとはまあ寒かったり温度がっていうのがあるから、長袖長ズボン持っていこうと思ってこれを買いました。買ってよかった商品です。最高にお顔と髪がお綺麗です、ありがとうありがとう、嬉しい。褒められて悪い気せんな。はあ、嬉しい。自由でいくら、いくらだったかな、自由のパジャマって調べたら多分ネットで出てくるよ。しのさんのファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。やまちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとう。遊びに来たよ、いらっしゃい、けどもう終わるよ、終わるよ。いいんじゃね、いい出来よ。うわ
え、待って、12時前から、うわ、2時間半ぐらい。うわぁ。もう明日はもう決まりや、ポニーテールや、明日は。うん。ジャンデで終わった。あららら。髪乾かさなくて大丈夫？ドライヤーないんよ、ドライヤーが。ドライヤーなくて今。そう、だから頑張ってね、必死でタオルでね、乾かしてんの。あー、でもヘアゴム持ってきたっけ私。いや、もう毛量がね多いからね、私のポニーテール見るすごいで、マジで。多分ほとんどの人、例えばママとかってこれぐらいやったりするねんけど、私この2倍あるんすわ。ん？壊れたのか。いや、大阪に持ってきてなくて。いや、本当はあると思ってきたらなかったよ。多いよ、めっちゃ重いよ、自分で持ってて思うもん。で、この輪っかで言うと、ここのこんだけあるねん、すごくない？よし、終わるぞ。エアコンの室外機は音符出てるよ。やだよ、やだ、衛生的にやばい。NMB 時代から長いもんね。そうそうそう。でもね、卒業した時の方がもっと長かった。で、一回切って2年2ヶ月ぐらい経って今こんだけ伸びました。では行きます。13位たまごさん、12位ザッチくん、11位マッキーさん、10位はん？ん？11位マッキーさん、10位ワッキーさん、9位ひとよさん、8位たかしのちゃん、7位岩の夫さん、6位ビジーチェンジさん、4位ホリッチさん、3位よしあきくん、2位がバタヤンさん、1位が山ちゃんでした。どうも皆様ありがとうございました。ありがとう。お団子ありがとう、ザッチくん、ありがとう。お、リナッチのポニーテール大好き、ありがとう。私も好き、ポニーテール。ポンちゃん、ススキありがとう。長い時間、遅い時間までみんな付き合ってくれてありがとう。ほな、おやすみなさい。まっだねー。2時やん、やばい、それな。バイバイ。バイバーイ。